はい、ムツでーす。よろしくお願いします。そしたら続きをやっていきたいと思います。マッチをゲットしたので、ストーブの横に落ちていた古いマッチ、中身はたくさん残ってる。おお、よかった。てか大丈夫だよね。しけてないよね。まあセーブもしたし、戻ってみましょう。ん？あ、一瞬これ止まるのやめて。赤い魂は危ないと。そして青白いやつは良い魂というか、あんまり害をない魂みたいですね。左はお札が貼ってあったので、右から行きたいと思います。赤い扉。部屋の中からつけっぱなしにされたテレビのノイズ音が聞こえます。電気は来てる。電気だけ来てるか。板はどこで使ったのかな。もうこれ左に行くしかねえな。ユズハの遺体を見つけたとき、私は大きな黒い影を見てしまった。そのことをみんなに言わなかったから、みんなそいつに殺された。ごめん、みんな。ごめん。そこから下は、何これ？おびただしい。で、合ってんのかな。まあ内容的にこんな感じやな。血が付着していて読めません。中高年くらいの大きさの人骨が床に横たわってます。よく見ると名刺があります。これ人の名前だったんだ。恋軍、絶対違うな。打撲、15歳。ああ、そうよね。あと一人。あと一人というか、あと一人。名前、名刺がない人じゃないの？地下室。扉は釘で打ち付けてあり、開きそうにありません。何にも立ち入るのを禁ず。校長。あ、この名前、校長の名前やったか。マッチ。マッ
チということは、ちょっと待って、一回その名前を、名前なしの人どこ行ったら、あら音楽が消えない。ハサミで何の鍵を切られた痛みが、下違うな、剣の剣、筋の剣、ハサミで筋の剣を切られた痛みが、足がなくなってしまえばいいのにと思うほど痛みます。死ねばこのひどい痛みも感じなくなるのが、今はせめてもの心の救いですけれど、姉様会いたい、もう一度優しく抱きしめてほしい。姉様一人で死ぬのは寂しいです。姉様死ぬのは怖いです。姉様、姉様らしき人、この二人のどっちかやな。こいつも男とは限らない。ちょっと同じ骸骨、あ、もしかしてあのろうそく入れるとこに行けということか。そこに、そこにいる人が姉様。ああ、なんか新しい情報あるかなと思ったけど、一緒に行こうってみんなと約束したのに。ああ、さっきの人ね。扉、あ、この人は姉様でない、上にいる人も姉様ではない。姉様はあそこにいる。なぜ一人だけ、またここ通るのか。ここなんだっけ。ちょっと待って、こんな一応調べよう。使う場面あり。お前たちは本当はお互いが嫌い、いずれ殺し合う。え、あ、この人じゃなかったんだ。これ見たいけどいいや。また閉じ込められたら嫌だし。はい、使いましょう。で、
大体これ何回 ?2 回ここが2回。うわっ、あ、青い人は、いいで。なぜついてきた、何もなし。粉々になった人骨が床に散らばっています。よく見ると骨の粉に名刺が埋もれて見えます。ササササ、あれ名刺ない人。ササ1年2組。ああ、この人も腹部で腹部を骨折の後死亡。あれ？これでこっちはまだか。ちょっとアイテムは？マッチ、マッチはい、ああはい、情報ください。神様はきっと助けてくれる。うん、川屋手前、女子生徒専用川屋、奥、女子生徒専用川屋。うん、錆びたバケツの中に、何これ、ウジ虫の太陽に湧いた何かの肉の塊が入れてあります。どっち先行く、トイレか左か。トイレに行ってみよう。男子トイレ、蛇口を、うんうん、うん、うえー、開けるなよ、びっくりしただろう。開けるな。すいません。何今の。俺死んだかと思った。本当に聞こえたのか、幻聴なのか。幻聴じゃありません。分からなくなってきたよ。はい、開けません、すいません。え、ちょっと待って、手前、あ、あ、奥、あ、こっちが手前、奥、奥は女子便所。はい、多いな。開けたくねー。ん？鍵をゲットしろと。何もなしと。開けるな。もう奥の人にいる人、もうこ、あなたしかいないんですよ。あれ？
なんもねえ。いやいやいや、情報くださいよ。こっちに移動した？何もないか。ねえ、ナオミ。はい。あ。うん。もしかして。お尻の薬持ってない？塗るやつ。え、ああ。え、あんたまた？また？うん。最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。どこで？イエーイ。ちょ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 、もうちょっと恥じらいなよ。イエーイ、何してんの何してんの。ちょ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 、よくこんなとこ行くな。聖子？んー？あ、いや、いるならいいの。何度も話しかけたらかわいそうだね。いやいやいや、全然かわいそうくないって。あれ？うわー、もう終わった。何も起きない、何も起きないよ。頼む、生きてくれ。イエーイ、話しかけて、ナオミちゃん話しかけてよ。全然かわいそうとかじゃなくて、何も起きない。この奥の人に聞いてみよう。あの、開けるなって言うんですけど、ちょっと開けていいですか。さっきの人誰だ。ちょっと一回こっち、あ、お兄ちゃん。この声は、ゆかちゃんの声。うん。ええ、あ、びっくりした。向こう見えるんですけど。聖子？んー？いや、もう、もう来いよ。あ、いや、いるならいいの。お待たせ。薬ありがとう、ナオミ。はい、握手。いやいやいや、あそこ開いたの？うん。ん？さっきあそこの扉開かなかったような気がするんだけど。うん、すごいガチャガチャ何度も開けようとしたんですけど開かなかったんですよ。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、聖子、それより。まあ良くないでしょう。今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。多分下の階。あ、下の階か。本当？行ってみようか。はい、速攻行きます。
足が。ありがとう、腕掴んでくれて。ううん、よかった、落っこちなくて。え？足の捻挫きつそうだね。あ、とりあえず休めるとこで休みなよ。そうだね。ほら、私に肩乗っけて。ありがとう、セコ。助かるよ。捻挫のことすっかり忘れてた。気にしない、気にしない。あ、なんもない。ということは、これは強制的にのイベントが。どこにいるんだ。なんかもう下に行きたくないんだけど。文字変わっとけよ。こっちなんだっけ。最初に来た方向でしょ。はい。あ、なんもないような気がするな。なんもない。こっちじゃないっていうことか。違うな。まあ一応調べてみよう。はい、関係ない。またあのところ通るわけ。ん？ここいるかな。はい、いません。ここ来たら動きが鈍くなるんだよ。もしかして、うわ、本当？拭きなよ、ティッシュで。絶対これ人の内臓だよ。蝶みたいなの踏んだらブチュってうんこみたいなの出たもの。いやいやいや、言わなくていいよ。嫌なこと言わないでよ。本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。こっちいないのか。いない。あれ、意外とホコリっぽくないね、ベッド。本当だ、よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん、じゃあちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに。うん、隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる、私もそうだよ。壁際ね。うん、なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん、すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。うん、いいコンビだ。よしよし。
いたきれと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。成功、ありがとう。あ、もしかして今まで走れなかった理由は捻挫してたからではないだろうか。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。ここでお許しもゲット。プププププ。では遠慮なく。ねえねえねえ、相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ。おお、こういうのあんまり出ないからね。いいね。うん。ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。うん、確かに。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう、考えとく。早く会えるといいね。うん、確かにね。でもなんか次元が違うので、違う次元に行く方法探さないといけないので、ちょっと無理ですね。うん、でも一方で彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって、ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。かなわないや。うん。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。何？ごくりって何？確かに。すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄ちゃん。ん？またユカちゃんの声聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。いやいや、なんでそんな離れたがるの？でもせっかくだし、もう少し休んでなよ。ああ、そういう意味か。うん、分かったわ。本当に楽になった。さすがだな、聖子。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。ん？何？え？あ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。買いそうか。かわいいんだから。ねえねえねえ、
ないよ。なんでこんなことに。え、青ガス？おお、よかった。まあ、うん、ということでこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。